今日の商品紹介はこれだ。ダイヤニャンのプラモデル。アマゾンで面白いやつないかなと思って探していたらありました。これね、調べてみたら限定の商品らしいんですよ。だからトイザラスとか行っても売っていないわけ。値段に関してはね、普通のこのジバニャンとかのプラモデルがだいたい値段800円ぐらいでしょ。なのにこいつは限定商品なんでだいたいね2200円か3倍ぐらいしましたね。まあ限定商品だからしょうがない。僕ですね、妖怪ウォッチのゲーム実況をする前は実はこの妖怪ウォッチのプラモデルの商品レビューやってたんですよ。ものすごい昔だけど、ものすごいと言っても1年ぐらい前か。懐かしいね。今でも覚えてる4月10日に発売されたこのジバニャンのプラモデル、一番最初にやったんですよ。その次にロボニャンもやった。でここでね、商品紹介止まっちゃったんですね。なかなか次のやつが発売されなくて、あ、これ無理だと思ってゲーム実況の方にね流れてしまったんで、今回は久しぶりにこの妖怪ウォッチのプラモデル作っていきたいなと思います。それでは中身を見ていきましょうか。側面はこんな感じ。ラインナップが結構書かれてますね。ジバニャン、ロボニャン、ここまでは作った。ブシニャン、キュービからは僕やってないんですけど、今はもっともっといろいろ出てるよね。メラメライオンとか。さあ、まあ、横がこんな感じ。100カラット肉球。こっちは何もない。開けていきましょうか。基本的にはこのジバニャンの色違いという感じでいいのかな。おー、出てきた。シールにパーツ。これはダイザーだね。そして説明書か。ちょっと待て、この説明書完全にジバニャンの説明書なんだけど、まあまあまあ本当にただのジバニャンの色違いっていう感じなんだろうね。わあ、懐かしいな。これちょうど1年前の4月にやったからね。ジバニャンパーツに関してはこんな感じです。このシールだけはジバニャンのじゃなくてダイヤニャン専用のシールみたい。まずこれが一つ。そしてこれが顔の部分。ダイヤニャンは透明なパーツにちょっとねラメが入ってるんですよ。これわかるかな、ラメが入ってんの。そしてこれが顔の反対側。そして今回も顔の表情が何個かついていて、まあ、変えることができるみたいだね。でこれが台座。これがあいた。腹巻きの部分がすごい、これゴールド。そして台座の部分がこれ金かな、黄色か。やっぱりラメが入ってる。じゃあ早速作っていきましょうか。まあ構造的には結構単純なタイプのプラモデルだから、別に説明書を見なくても作ることできるけどね。まずこいつをはめ込んで顔を取り付ける。こいつをはめ込む。 OK、 これで頭に関しては完成。で次が胴体の部分と足の部分だね。腹巻きをくっつけて、そして足ね。これ前と後ろどっちかよくわかんないけど、多分これで合ってんでしょう。あとは胴体をくっつけて、で、台座にはめて、これで完成。まだシール貼ってないけどね。いやー、懐かしい。ジバニャン作った時思い出したけど、ここの部分がね、ポロポロ落ちてくるんだよね。で、今回のダイヤニャンもジバニャンと全く一緒だから、基本的には。こういう部分とか外れちゃうんだろうな、簡単に。ここもポロって取れていくしね。シール貼るの苦手だな。完成。全部シール貼り終えた。ちょっと顔のパーツ変えてみましょうかね。まあ、ここを押すんですけど、おい、結構飛んでいくな。ガシャン。最初の方に驚いた顔かなと思ったけど、全然驚いた顔じゃなかったね。あともう一つで、最後がこの普通のダイヤニャン。
はい、ということで久しぶりに妖怪ウォッチのプラモデル作ってみました。